ラムの一番後ろ、時間がかかればそれだけ前にいたディフェンスの選手が後ろに戻ってくる、そうですね、戻ってきてことになるわけですね、ディフェンダーが増えますからね、はい、ですからラグビーの場合は接触プレーの後のボールの出すタイミングというのが、そうですね、やはりインサイド来た、抜けた、トライ、あっさり抜けてしまいました、そうですね、非常にあのうまいあのスクラムサイドですね、最強だったですね、ですね、突破をしてスクラムのすぐ横についてですね、ここ一番サインプレー決まりましたね、ミュージックが続く外に向かい、向井さんのおっしゃった通り身内から右サイド、ね、まあ、そのスクラムサイド抜けていきました、そうですね、おとりに使ったんですね、ミュージックに返すように、トライしたのはマハシですね、はい、もう一人内側の選手に返したんですね、あ、まあ、あの相手の予測をですね、予測外のところについたような形ですね、4点差から、さあ2点差、2点差になります、勝負は残り5分、2点差ということは次のキックオフがいいですね、どこか分からないですね、分からなくなりました、今のプレーですね、逆サイドから打ちに戻すんですが、ダミーが飛ばして、なるほど、それで、あ、なるほど、ですからマークは全部2人釣られましたので、非常に効果的なサインプレーでしたね、9番の選手、やはり身内